年齢による髪質の変化に合わせたシャンプー選びちゃんとできていますか？チキチキこんにちは、表参道ヘアティストアイアンマルです。私昨日施術中にお客様に相談されたんですよ。エイジングモデ悩んでるんだけどどうしたらいい？視聴者の皆さんの中にも年齢を重ねるにつれてエイジングモデに悩まされている大人女性の方いるんじゃないですか？特に女性は7年周期で体に変化が起こると言われていて、35歳を境に女性ホルモンがどんどん減少していきます。それにより髪の毛に張りや腰がなくなってきたり、うねりやパサつきが気になってどうやってケアをしたらいいのかわからないと悩んでいる方も多いと思います。というわけで今回はそんな大人女性がシャンプーを選ぶ時のポイントをお伝えしつつ、おすすめの市販シャンプーを紹介していきたいと思います。正しくシャンプーを選ぶことで髪の毛の悩みを解決していきましょう。それでは解説していきます。40代50代の方がシャンプーを選ぶ際のポイントとして、まず1つ目が洗浄力の優しいシャンプーですね。必要以上に洗浄力の強いシャンプーを使ってしまうと髪の毛の内部の水分油分のバランスが崩れてしまったり、頭皮の皮脂を落としすぎて乾燥しやすくなって頭皮環境が悪化し髪の毛がうねる原因にもなってしまいます。なるべくアミノ酸系の洗浄力の優しいシャンプーを使うか、洗浄力の強い場合はそれを補える保湿成分が入っているシャンプーを選ぶことをおすすめします。あとは保湿やダメージケアの成分だったり、張り腰やボリュームの悩みに効果的な成分が配合されているシャンプーを使うことで髪の毛を本来の状態に近づけることができます。具体的におすすめの成分はこちらにまとめましたので、シャンプー選びの参考にしてみてください。ここからは40代50代の大人女性の方たちにおすすめのシャンプーを紹介していきたいと思います。1つ目は無印良品のダメージケアシャンプー張り腰です。価格は税込み1490円です。こちらのシャンプーはタウリン系とアミノ酸系の洗浄成分を配合した低刺激でさっぱりと洗えるシャンプーになっています。その他の特徴としては髪の毛の保湿に必要なセラミドを配合し、髪の毛の水分量を保ってくれる役割をしてくれたり、アラニン、アルギニン、グルタミン酸ナトリウム、セリン、プロリンの5種類のアミノ酸を潤い成分として配合しています。ボリュームが出やすく、しっとりっていうよりはサラッとした仕上がりになるので乾燥が気になる方だったり、髪の毛にボリュームが欲しい方、髪の毛が細く張り腰が気になる方におすすめです。続いて2つ目はクリアモイストスカルプシャンプーです。価格は税込み621円です。こちらのシャンプーは大人女性の髪の毛に不足しがちな成分に着目したスカルプケアシャンプーです。コラーゲン、アミノ酸などをはじめとした保湿成分を豊富に配合していて、乾燥しがちな髪や頭皮の潤いをキープしてくれます。価格を抑えるためだとは思いますが、洗浄成分に高級アルコール系が配合されているのがちょっと気になるところなんですが、高い洗浄力をカバーするための多くの保湿成分を配合していたり、ふんわり軽い仕上がりでボリューム不足をサポートしてくれる感じがしたので今回選ばせていただきました。次3つ目、クイーンズバスルームシャンプーです。価格は税込み3850円です。こちらのシャンプーはオイル化水分解ケラチンを配合していて、髪の毛を補修しながら洗ってくれるケラチン由来の洗浄成分を配合しています。優しく洗いながら髪から抜けてしまったケラチンを補修してくれる効果が期待できるシャンプーになっています。また漢方にも使われる長寿エキスやグリチルリチン酸などを配合することによって、抗炎症作用によりフケやかゆみを抑えて頭皮環境を整えてくれる効果が期待できます。仕上がりとしてはまとまり感もあって指通りのいい髪の毛に仕上げることができるので、髪の毛のうねりだったり細くなってきたなって感じている方にはおすすめできるシャンプーかなと思います。続いて4つ目、花王セグレタシャンプーです。価格は税込み767円です。こちらのシャンプーはエイジングモンで悩みの多い張りや腰を補ってくれるシャンプーです。こちらも洗浄力が高めで気になるところではありますが、大豆種子エキスやロイヤルゼリーエキスを補修成分として配合していて、シャンプーの洗浄力をカバーしてくれる効果があります。仕上がりはボリューム感を出しながら根元ふんわりで毛先はまとまる感じがして、すごく満足な仕上がりを得られるかなと思います。髪の毛がペターンとしやすい方で張りや腰が気になる方におすすめのシャンプーかなと思ったので紹介させていただきました。続いて5つ目、ボタニストプレミアムラインシルキーモイストです。価格は税込み3300円です。こちらのシャンプーはタオリン系を主成分とした優しい洗浄力のシャンプーになっています。また古来からヘアケアに活用されてきたイネをはじめ、クズや小豆、トウゴマ由来の和成分を配合しており、ダメージを受けた髪にしなやかさと自然なツヤを与える効果が期待できます。それとこちらのシャンプーは固めの髪質と柔らかい髪質に合わせた2種類のシャンプーから選ぶことができるので、ご自身の髪質だったりなりたい仕上がりによって選ぶことができるのもおすすめのポイントです。最後6つ目はラスティ
ークディープセラムシャンプーリペアです。価格は税込み3680円です。こちらのシャンプーは加水分解ケラチンとコラーゲンを中心とした成分が傷んだ髪を補修して、パサついた髪をまとまりのある髪にする効果が期待できます。白髪染めなどでカラーをしている傷みがちな髪の毛でもしっかりとツヤのある髪の毛に仕上げてくれるので、ダメージが気になる方にもおすすめのシャンプーになっています。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回は大人女性の方におすすめの市販シャンプーをご紹介していきました。年齢を重ねるにつれて髪の毛の悩みは多くなってくると思いますが、自分の髪質に合ったシャンプーを選ぶことによってきっと改善できると思います。正しいシャンプー選びや自分に合ったヘアケアをすることで綺麗な髪の毛を維持していきましょう。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクから、かもしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。もう本当は私のね、カミンのシャンプーもめちゃめちゃ紹介したいシャンプーでしたけど、今回はね、あえて紹介せずでいきました。カミニーのシャンプーも本当にシャンプーだけで髪の毛が結構質感が変わるので、エイジングモの方にもおすすめになってます。もうね、ここはチラッと、シャンプーだけじゃなくてやっぱりその後のケア、アウトバストリートメントだったりとか、もう日々のヘアケアもすっごい大事になってくるので、そこもね見直していただきつつ、みんなでね髪の毛綺麗にしていきましょう。カミニーとは現役の表参道美容師であり毛髪診断士でもある謝るが、開発プロデュースを手掛けるヘアケアブランドです。発売時は Amazon ビューティーカテゴリー9冠達成、また楽天市場では発売開始早々に総合ランキング1位を獲得するなど、今注目されているヘアケアブランドです。一番の特徴は150万人を超えるフォロワーを持つ SNS を活用している点です。 SNS を活用することで広告費を削減し、削減分を原料に充てることでサロン専売クオリティを手頃に使い続けやすく提供する新常識を作り出すヘアケアブランドです。髪を通して日本中の女性を輝かせるというコンセプトのもと、皆様の髪にいいものを提供し続けることをお約束します。もっと知りたいという方は概要欄もしくは Amazon 楽天市場にて髪にいいで検索してください。